こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかなーなんて思ったんですが、貧乏にはね、特効薬があるっていうようなね、そんな話をね、しようかなーなんて思います。まあ貧乏のね、特効薬があれば皆さん欲しいですよね。はい、まあそのね、欲しいって気持ちがね、特効薬っていうようなね、そんな話にもなるんですが、実はね、貧乏の特効薬っていうのは実はね、そのね、欲なんですよね、欲。まあ例えばですね、何々が欲しい、まあ高級バッグ、女性なら高級バッグが欲しいとかね、まあ、腕時計が欲しいとか、まあ男の人だったら、まあ、ランボルギーニに乗りたい、フェラーリに乗りたいみたいなね、そんな欲、まあそういうね、欲が、まあ、原動力となって、まあ行動できていくっていうようなね、そんなことなんですが、よくね、お金持ちの方、まあお金持ちになるためにはね、自分のね、まあ私利私欲のためにまあやるっていうのはね、良くないとはね、よく言われるんですけど、でもね、よくよくね、お金持ちのね、方のね、まあこう、なんていうんですかね、貧乏からね、どうやってお金持ちになったかっていうとね、やっぱりね、モテたいとかね、お金持ちになっていい車乗って、それでモテたいとかね、そんなようなね、話もね、よくね、出てくるんですよね。それってね、本当にね、そういった欲、っていうものがね、あって、まあ自分がね、以前、まあ最近ね、ちょっと全然動画とか見てないんですけど、以前ね、見た動画で、まあ4畳半ね、一晩にね、住んでた時に、絶対俺はね、見返してやるんだ、かっこいいね、まあ、タワーマンションに住んで、まあランボルギーニじゃなくてフェラーリを乗って、まあモテて、それで絶対今ね、生活から抜け出して見返してやるんだっていう、そんなね、反骨精神でお金持ちになったって方がね、いらっしゃいまして、それっていうのは本当にね、自分のね、まあ欲っていうものがね、まあ、出て、それで頑張ってきたっていうようなね、そんなね、話も聞きますし、なのでね、なんか日本人っていうのはね、欲を持つことっていうのはね、すごくね、恥ずかしいこと、悪いことみたいな、そんな風にね、思うっていうことなんですけど、まあ斉藤ひとりさんもね、言っているように、まあ正当なね、欲はね、いいんだよっていうことで、まあ神様がね、つけてくれたもので、神様がね、つけてもものではね、いらないものはないっていうようなね、そんなことを言って、なんかね、こう自分のためのね、そういった欲、バッグが欲しいとか、まあいい車が欲しい、いい時計が欲しいっていう、そんなね、欲ってね、あんまりね、こうなんか持っちゃいけないのかなとかね、そんな風にね、思ったりするから、まあなんかね、じゃあ今のままでいいかみたいな、そんな気持ちがね、もうそれ、まあ、潜在意識かだと思うんですけど、なんとなくね、こう諦めてしまっているっていうようなね、そんなことになるので、本当にね、まあ、正当な欲はね、持っていいんだよっていうことで、まあ、その欲っていうものがね、貧乏のね、特効薬っていうことで、まあそのね、特効薬あったら欲しいなってね、もしね、最初に思ったら、そのね、欲しいなっていう欲っていうのはね、正当な欲で、まあそのね、欲のためにこう頑張れるっていうようなね、そんなことになります。そしてもう一つ、貧乏のね、特効薬っていうか、特効薬っていうより処方箋って言われてるものが財布マジックなんですよね。まあ最近ね、財布マジックの話あんまりしてないんですけど、皆さんね、まあ僕のね、動画結構見てくださってる方っていうのは、一番最初のね、財布マジックの話がね、きっかけだった方がね、多いと思うんですけど、まああれからね、まあ1年半とか、まあそんくらいね、経ってるんですけど、皆さんね、続けてらっしゃるでしょうか。あれもね、こう、財布に貼ってある言葉を見ることによって、あ、自分ではね、どんどんお金がね、入ってくるんだ、舞い込んでくるんだ、みたいな、そんなことをどんどん潜在意識にね、植え付けていくっていうようなね、そんなものですので、本当にね、まあ貧乏のね、処方箋ってね、言われて、まあそれをね、まあ、発案したハピネスラボさんもね、貧乏のね、特効薬っていう、特効薬処方箋だっていうことをね、言っていまして、まあ本当にね、それでね、臨時収入が入ったって方もね、たくさん自分のところに報告もね、来ましたので、本当にね、財布マジック、まあ、続けてらっしゃる方はこのままね、続けていって、最近やってないなって思っている方はね、ぜひね、この動画を見て、あ、
そうだ、やってなかったなって気がついて、またね、やってもらえればね、いいんじゃないかななんて、そんな風にね、思います。まあ、このね、貧乏のね、特効薬、まあ、すぐにね、まあ、効くようなものでもないかもしれないんですけど、でもね、そういった、まあ、欲っていうものがね、なくなってしまうと、本当にね、やる気とかそういったものっていうのはね、なくなってしまいますので、まあ、どんどん欲をね、持って、それで行動していけば、必ずね、その欲、まあ、それがね、まあ、手に入る、まあ、ものだけじゃないかもしれないですけど、夢とかそんなものもね、どんどん行動しなければ、やっぱり、この星は行動の星ですので、行動してね、欲を持って行動していくっていうものもね、すごく大事かな、なんて、そんな風にね、思いました。はい。ではね、今日は貧乏に効く特効薬っていう、そんな話を聞いて、まあ、そのね、その特効薬欲しいなって思う、そのね、欲しいなって思う、その気持ちをね、大事にして、ぜひ、どんどん行動していってください。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる。ありがとうございます。